体操競技の技名一覧は、体操競技における固有名の技の一覧である。体操競技の技名の多くは、最初に国際大会で成功させた選手の名字から付けられている。ただし、同性の別人の場合は、広行き加藤のように名前まで使う。現在では、技の難度は、A 難度から H 難度まであり、跳馬に限っては、 難度ではなく勝ち点が定められている。同じ技でも遠心力の関係で回転半径が大きいほど回りにくくなるため抱え込み、くつみ、心身の順に難度が高くなる。また前後の技との組み合わせによっても難度が変化する。一方、危険性の高い技は自己防止のため採点表から削除され事実上の禁止を意味する。 以下には固有名のある技を記述する。何度、種目は、フィグのコードオブポインツ2013に基づく。規則は4年ごとに改定される。なお、この他に固有名のついていない技も多数存在する、ことは言うまでもない。同内容であっても、男女それぞれの技として認定されるが、段違い平行棒や長馬では、例外もある。同一人物が、 同種目で複数の技を発表すると、ゲイロードとゲイロード2のように番号が付加される場合がある。また、他種目の技が別の種目に応用されることもある。慣用的に、宙返り、飛び、旋回、英語の場合、サルト、フリップなどと呼ばれる場合もあるが、いずれも正式名称ではない。ありがとうございます。